こんにちは、萩です。今回ですね、イベント情報の告知になるんですけども、こちらですね、なんと5月28日土曜日、大阪でイベントすることが決まりました。まあ、僕は普段東京でイベントすることが多いので、なかなかね、大阪に行く機会がないので、これを機にですね、ぜひ大阪在住の方はね、イベントに参加してほしいなというふうに思います。で、詳しくは概要欄にリンクをつけておきます。申し込みもこちらのリンクからね、入るようになりますんで、時間あるときね、ぜひ見てほしいなというふうに思います。で、日程なんですが、5月の28日土曜日の午前中ですね、10時から12時の間のね、イベントを予定しております。で、場所なんですが、大阪のキューズモール森読みやってる施設があるんですが、この中にエアトラックっていう競技場があるんですよ。で、今回このエアトラックを貸し切ってるんですね。なんで集合場所とランニングイベントもこのエアトラックの中でね、やりたいなというふうに思いますんで、楽しみにしてほしいなと思います。で、今回僕単体のランニングイベントではなく、まあ、普段ね、大阪でランニングトレーナーとして活躍している高山さんと、あとスポーツメーカーで有名なミズノ、そしてスポーツショップとして有名なゼビオがね、まあ、全面協力としてサポートしてくれますんで、当日はミズノのね、最新モデルのシューズの試し巻きもがっつりできます。なんでね、それ目当てでね、来てくださる方、まあ水をね、ちょっと試してみたいなって方もね、ぜひ参加してほしいなというふうに思います。で、詳しいランニングイベントの内容なんですけども、まあ最初にね、まあ僕と高山さんの方からまあランニングクリニックって形で、まあランニングに対するね、知識をちょっと話していきたいなというふうに思います。まあ僕の方からはマラソンのを鍛えるというテーマと、もう一つね、こうマラソンに必要なね、まあ能力みたいなものをちょっと話していきたいんですけども、まあ普段 YouTube で話さないような、このリアルなイベントでしか話せないようなね、内容をお届けしたいので、まあ楽しみにしてほしいなと思います。で、メインイベントとしては、まあ今回せっかくね、エアトラックを貸し切れてるので、当日集まったメンバーでチーム分けをして、駅伝大会をね、バーってやって盛り上げたいなというふうに思います。で、もちろんですね、駅伝大会の優勝チームには賞品もね、用意してますんで、バチバチした戦いをね、まあしてほしいなと思います。で、最後にまあ僕からのプレゼントっていう形じゃないんですけども、まあせっかくね、集まってくださったんで、まあその参加者の中で、まあハギとのじゃんけん大会って形をね、やりたいなというふうに思います。で、最後に勝ち残った2名にミゾのですね、最新モデルのシューズウェブエアをね、プレゼントしたいなと思いますんで、これを目当てにじゃんけん強い方はね、ぜひ参加してほしいなと思います。まあミゾのね、ほんと最新モデル、最近出たばっかのモデルになりますんで、まあ興味の方も多いと思いますんでね、ぜひね、参加してほしいなというふうに思います。まあ詳しくはですね、概要欄にリンクを貼っ付けておきます。まあ、申し込み方法なんかもね、書いてますし、申し込むから申し込む形になりますんで、ぜひね、楽しみにしてほしいなと思います。なかなかね、大阪に行く機会がないので、まあ、大阪在住の方とか、大阪近隣のね、まあ、住んでる方はね、ぜひね、会いに来てくれると嬉しいなと思いますんで、できるだけね、多くの方のね、参加をお待ちしてますんで、ぜひね、当日お会いすることを楽しみにしますんで、多くの方、ぜひ申し込んでほしいなというふうに思います。オンライン授業版、ランニングの学校。リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。ランニングの学校。